黄金カツラの茶葉中国茶は中華人民共和国及び台湾島で作られるお茶の総称。中国や台湾、古くから西洋への茶の商いで知られる香港は言うに及ばず世界各地にその愛好者がいる。中国茶は製法によって大きく六大茶類とその他のお茶に区分される。なお、台湾には独自のブランドや特有の製茶方法があるため、 台湾で作られるお茶を中国大陸の茶と区別して台湾茶と称する場合もあるが、この項目では中国及び台湾で製造され、かつ好まれて飲まれるものを中国茶とする。中国では茶は茶茶 CH とも病名 MNG とも呼ばれる。東大に陸が表した茶行によれば、新王の時代からお茶が飲まれてきたと言われている。 漢の時代に書かれた詩にお茶を表す文字が見られ、それが最古の文献と言われている。当時は嗜好品というよりも薬としての役割が強く、次第に厚物のような食べ物としても利用されるようになった。茶の引用は疑心南北朝時代に京の四川省のあたりで始まり、次第に周辺地域に広がった。つい、東大にはお茶を火にかけに出す方法や、 抹茶、煎茶など様々な楽しみ方がされ、同時に茶器の原型といわれるものが多数考案された。当代には喫茶の風習が北方民族に広まり、茶と馬を交換する茶葉交易が始まるなど、茶は重要な産物として扱われるようになった。宋代に入って、お茶の新しい製法が次々に考案され、茶の種類が大幅に増えた。この時代、 当茶などの遊びも考案された。お茶が主要な輸出品となった。わずかしか生産されない発明を使った新茶は、かつては皇帝に献上され、今は国家指導者のためと外国来客の接待用に北京直送されるという。秋夜に入り、朱元省が1391年に福建省において、団茶の製造禁止を発令し、中国の喫茶法に変化が生じた。 固形茶が捨てれ、三茶をお湯に浸して抽出する、泡茶法が主流となる。それに応じて、茶器の中でも天茶器が捨てれ、茶壺など、泡茶器の重要さが増した。新代、茶器が現在使われている茶器とほぼ同じものになった。1970年代に至るまで、日本では主に緑茶と紅茶が飲まれており、中国茶はまだ一般的に認識されていなかった。しかし、 当時の人気アイドルグループがテレビ出演の際に、これを契機に日本の茶葉消費者における中国から輸出された茶葉の割合が増加し、ウーロン茶以外にも多くの中国の茶葉が一般的に愛好され、次第に文化としての中国茶が需要された。これに伴い、中国茶が1990年代の後半からマスメディアに登場する頻度が高くなり、2000年以降増加し、 それらの記事はウーロン茶として一括りに紹介するのではなく具体的な産地や品種など中国の代表的な名茶を中国茶として挙げているここからも日本における中国茶の広まりが伺える日本での中国茶に対する認知が広まると同時に1994年に日本で初めての本格的な茶芸館が東京池袋にオープンするなど 中国茶を取り巻く環境も大きく変化している。その後、大都市を中心に、中国茶の専門喫茶店や茶葉の販売店が相次いで出現した。また、日本中国茶協会、日本中国茶文化協会、中国茶インストラクター協会、日本中国茶文化復興協会など、わずか数年の間に、 中国茶の知識や茶芸を広めることを趣旨とした文化団体も次々に設立。これらの専門店や組織を中心に各地で茶葉や茶の入れ方、楽しみ方などに関する講習が広く開催されている。その中で中国茶葉博物館や中国国際茶文化研究会などとの連携で中国国家茶芸師の資格取得の講座も開催され、2000年代初め頃からは 日本人の間で実際に資格を取得するものもある。こうして、日本における中国茶に対する関心や消費が増加し、2000年代後半から多様多種な中国茶が広く認識され、中国茶は普及してきたと言えよう。中国の茶芸もともと、中国には日本のようなお手前はなく、茶芸は台湾で大手茶問屋の社員だった蔡栄章が1970年代後半、 ゴル日本の茶道を参考に創始したものである。大手茶問屋の茶葉消費促進策で、この問屋が設立した陸う茶芸中心が、お茶の知識や入れ方の技能を問う淡茶師の資格試験も実施している。それが経済成長下の中国大陸に入り、やがて韓国にも広がっていった。秋雨から、新代の初めにかけて、福建省の南部で生まれたとされるウーロン茶の飲み方、 工夫茶が原型になってはいるものの、当時の記録にお茶の入れ方、動作については、触れられておらず、もっと手順が簡単だったと見られる。現在の茶芸の茶菌を畳むという所作は、日本の茶道の影響の現れであると言える。基本的には、日本の茶文化とは、客をもてなすこと。中国は美味しいお茶を楽しむことと認識される。中国茶として飲まれるものを詳細に分類すると、 数千種にも及ぶとされるが、暗記農業大学の陳延教授が、茶葉の発酵の仕方、及び製造方法によって1978年に大別した6種類と、その他に分けるのが一般的である。6種類の茶は6大茶類と総称され、発酵の進行度合いにより、水色が濃くなり、味も濃厚なものとなる。本校では、各種類の茶と代表的な銘柄を、 発酵度の低い順とその他に並べてそれぞれ記述する。中国茶の緑茶は茶葉を摘み取った後に加熱処理を行い酸化発酵を止めた茶、無発酵茶である。加熱の際に茶葉を無さずに釜入りする方法が主流である。中国においても緑茶は最もポピュラーな茶であり、中国本土で消費される中国茶全体の消費量の7から8割が緑茶である。 なお基本的には、無発酵だが、運法などの一部の緑茶では、ダージ銀の春摘茶やウーロン茶や紅茶で行われる、胃腸を施すものもある。代表的な緑茶シラ茶は、茶葉の若葉、もしくは、芽を選んで摘み、これらをわずかに発酵をさせたところでとろびいて、乾燥させたお茶。もみみ込む工程がないため、発酵はゆっくり進む。その若葉の産毛が白く見えるところからシラ茶と、 呼ばれている。一芯一葉で積まれることがほとんどであり、白茶には高級品が多い。代表的な白茶君三んん原芯の茶葉。全体的に黄色い。木茶は茶葉の芽を摘み、緑茶とは異なるゆっくりとした加熱処理によって酵素による酸化発酵を行ってから、門気と呼ばれる熟成工程を経たお茶。茶葉と水色が淡い黄色であるために木茶と呼ばれる。 製造量は年に数百キロに過ぎず、六大茶類の中でも最も貴重品。代表的なキチャウーロン茶は、ある程度発酵を進ませてから加熱処理を行った茶。半発酵茶とも。ただし、お茶の種類によって発酵度合いは20から80%と大きく異なる。茶葉が発酵過程で銀青色になるため、青茶と呼ばれた。よく揉み込まれているため、 茶葉の一つ一つが球状、もしくは曲がりくねった棒状になっている。ウーロン茶と呼ばれる理由は、色がカラスのように黒く、揉み込まれた茶葉の形状が、竜の姿に似ているからとも言われる。代表的なウーロン茶紅茶は茶葉を乾燥させ、徹底的に揉み込むことによって、酸化発酵を最後まで行わせたお茶。紅茶と呼ばれるのは、茶碗に入れたお茶の水色が赤くなるからである。 中国で製造される紅茶は茶葉の種類により製法の違いがあり煙でいぶしたかのような香りがすることもある。実際に松葉等でいぶす生産古酒は紅茶名ラプサンスーチョンとしてイギリスでも有名である。代表的な中国紅茶黒茶は緑茶と同じように加熱処理を行ってからさらにあと発酵させたお茶で産地や製法の違いで多くの種類がある。 黒茶の一つである、プーアル茶には、天然の状態で発酵を促す、生茶と、麹花火による後発酵を行わせた、熟茶とがある。いわゆる六大茶類の中で唯一、微生物による発酵が施されたお茶である。他のお茶とは異なり、新鮮なものではなく、長期にわたって発酵させたものが珍重される。保存期間は通常は2年から30年、長いものでは100年以上にも及び、 ワイン並みのヴィンテージものが存在する。あと発酵を行うため、独特の風味がある。日本でもよく知られるプーアル茶が、この黒茶の代表格である。代表的な黒茶ジャスミン茶の茶葉。入れた時に花のように開く、工芸茶タイプのもの。これら6大茶類に花びらの香りを緑茶に移した花茶を合わせて7大茶とする分類がポピュラーである。なお、この他に、 茶外茶と呼ばれる分類がある。多くの茶葉などをブレンドし、好みで氷砂糖を加える、発泡茶や木の根などを使用して、茶葉を使わない、漢方茶の類などもこの茶外茶に分類される。代表的な花茶茶を使う茶外茶茶を使わない、茶外茶中国茶は同じ種類のお茶の中でも東急がある。東急は名称でわかるという。同じ名称で特急、 一級などと分けている銘柄もある。例、シミネアキラゼンドンチンお茶は、茶葉の成長の度合いによって、風味、成分が大きく異なるので、いつ茶葉を摘んだかによっても、価値が変わる。特に緑茶でははっきりと分類が行われている。負担を使用しての中国茶の飲み方中国茶を入れるためには、数多くの茶器が必要だと考えられていることが多いが、これは、 茶芸と呼ばれる一種作動的なセレモニーとして用いられるものである。一般の中国人は日本人が日本茶を飲むのと同じく気軽にお茶を楽しんでいる。代表的な中国茶器は以下のものが挙げられる。なお、これらの茶器ではなく普通のマグカップや日本茶用の急須でも問題なく入れることはできる。が、やはり専用のもので入れた方が入れやすい。 茶壺前日の6大茶類に分類された茶葉別に用いられる茶器は一般的には次の茶器で入れられている。茶壺には材質には主に陶器製、磁器製、ガラス製の3種類が使われる。磁器製とガラス製の品は通常の食器のように手入れして問題はないが陶器製の素焼きの茶壺は手入れが独特であり注意を要する。新品は 使用前に歯ブラシや布などで砂や粉を丁寧に落とし、数回、熱いお湯で流す。その後、ウーロン茶とお湯を入れ一晩ほど放置すると、泥臭さが抜けて良い。新品の素焼きの茶壺は風味を吸ってしまうとされるが、長く使用するに従い、茶渋が付着し、風味が良いお茶を入れられるようになり、茶壺そのものに艶も出るため、長く使い込んだものの方が良いとされる。そのため、使用後も、 洗剤や研磨剤の類は使わずに、水で念入りに洗い、通気の良い乾燥をした場所で乾かすと良い。また、お湯を入れて煮沸するというのも、カビの発生を防ぐという意味で有効である。前述したように、中国茶といっても、発酵度や製法によって大きく異なり、その入れ方も一様ではない。基本的な注意点は、以下の通り。また、油温や入れ方に関しても、基本的に、 こういうものとされているだけのものであり、各自がそれぞれのお茶において、好みの入れ方を見つけることが最も大切なコツであると言える。日本茶とは異なり、一千目の湯は茶葉を洗うようにして捨てることが多いと言われているが、昔は保存状態の悪い茶葉が多かったので、そういう飲み方が定着していた。最近では一千目から美味しく飲める茶葉がほとんどである。ただ、例外として、 プーアル茶はあと発酵のため、一煎目は洗った方が美味しいとされている。中国茶の場合、通常、三から五煎目まで美味しく、茶を楽しむことができる。基本的には、発酵度が高くなるほど高い温度の湯を用いる。中国では、旨味よりも香りを沈長するため、湯温は比較的高めにして入れられることが多い。逆にアミノ酸をはじめとする茶の旨味を楽しみたい場合は、 やや低めにして使うと良い。また、安めのお茶は温度を高く、高めのお茶は温度を低くするのは、日本茶と同様だが、これも、お茶の種類によって異なる。白茶に関しては、産毛で覆われているため、高温で入れた方が良いという意見と、弱発酵茶であり、やや低温の湯を用いた方が良いという意見に分かれる。ここでは、後者の意見を取る。入れる前に軽く洗い茶をする。 なお、花茶に関しては香りを吸着させた茶の種類に準じる。サハイクフー茶は茶芸の一つで、現在、最も普及している茶芸である。もともと、民から、新代の福建省で生まれ、半発酵茶である、ウーロン茶を入れる手法として発達してきた。そのため、ウーロン茶以外を入れるのには適さないが、現在では、ウーロン茶以外でも、クフーチーの手順で入れるものが多い。紅茶である、 生産古酒やヒデノリ紅茶も産地では工夫茶として飲まれている。工夫茶の基本的な手順は以下の通り。なお、工夫茶では香りを楽しむことを優先するため沸騰した湯を用いることが多い。ただし、泡が出るほどに熱した湯は酸素不足で茶を入れるのには適さないとされる。もともとは物臭な文人が水差しや炭ばさみ、道具を乾かすためのスノコ。 筆をほぐすための用事など、手短にあった書道道具でお茶を入れようとしたのが始まりという説がある。茶壺、茶杯、茶会、分庫杯などの茶器を茶番に並べ、熱湯を注いで茶器全体を温める。各茶器の湯は使用寸前に捨てる。茶壺に茶葉を入れ、高い位置から熱湯を茶壺から溢れるほどまで注ぐ。 茶尺を用いて茶壺に浮かんだ泡を取り除いてから茶壺にゆっくりと蓋をする。温度を一定に保つため、再度茶壺に湯をかける。茶葉を十分に蒸らしたら濃度を一定に保つために茶会に茶を最後の一滴まで注ぐ。茶会から分光杯に茶を注ぐ。分光杯から茶会に茶を移し、分光杯に残った香りを楽しむ。茶会から茶を飲み、残り香を楽しむ。 ウーロン茶を入れる場合でも最初に注いだ湯をすぐに出すと洗い茶をする場合もある。反対に茶葉の持つ最初の香りを逃さないようにとの配慮から洗い茶を行わない場合もある。最近はその利便性が受けて中国茶のティーバッグも少なからず売られている。ただし紅茶のティーバッグで用いられるダストティーに比べると中国茶は茶葉が大きく開くために 通常のものよりもテトラバッグの方が向いている。当茶とは何人かで何種類かの茶を飲み、その銘柄を当てる遊び。日本では当茶のほか、菊茶、歌舞伎茶、当て茶などとも言われる。最も有名な料理は、甲州のロンチン茶と川エビを使ったロンチンエビ一しである。殻を剥いた小エビとロンチン茶のわかめを、薄塩味で炒めたものであり、お茶の香りを楽しみながら、葉も食べる。 常実の記載で香りを大事にする、胸の記載がある通り、中国茶の香りには魅力があり、清か天候等の表現をされる。中国茶は製造工程で多くの手法を用いて魅力的な香りを出す工夫を行っている。中国茶は食品の香り付けにも使用される。四川料理のクスノ木茶かも庶民的な食品である茶チータンなど、 お茶の香りを料理に移す手法を用いる料理も少なくない。洋風では紅茶をクッキーやケーキの香り付けに使う例もある。台湾では梅の砂糖煮に紅茶の葉を加え香りを付けたものもある。ありがとうございます。